Hey, Late Stage Freestyle TV。 今夜やってみます。で、今回のねテーマはまあ、年齢がね上がってくると婚活も難しいというね、まあ、事実っていうのがありますので、まあ、それとともにね年齢が上がってくると友達作り、ね、同性の友達作り、まあ、異性の友達作りっていうのもなかなかね、難しくなってくるというところで、まあ、なぜかというところをね自己分析したところをもうちょっとね話していきたいと思っております。ちょっとね他の動画の方でねチャンネルコメントの書いてる方でおすすめがあるということで、まあ、独身の男の人2人で、なんかトークしている動画があるんですけども、で、まあ、独身ナウみたいなね、形でやってる動画がありまして、ちょっとね、チラッと見させていただいて、非常に、まあ、面白い、やりとりを、していて、で、そこにね、コメントを書いてる方たち。で、意外とね、コメント欄が、荒れてなくて、素直なね、等身大の、もう偽りのない方、まあ、ハンドルネームとかはみんなね、本名でやってる方は少ないですけど、自分のリアルを実際になんかこう書いてる方がいて、でやっぱり、ね、年齢がその方たちも40代前半なのかな、40代ぐらいになってくるとやはり友達ができづらいというところで、その仲良く、トークをねしているのを見たファンの方たちが一人一人コメントちょっと見させてもらったら、本当に友達がやっぱりいなくてとかね少なくて、なんだろう、一緒に楽しく話しているっていうことが羨ましく思うとかっていうコメントがね意外にも多かったので、やはり、まあね、なんで年齢がいくとこの逆に友達がいなくなるのかっていうと、まず結婚っていうのが出てきまして、結婚した友達と未婚の友達でまず一回別れますよね。20代30代のところで、で既婚者は既婚者同士の、家族同士で付き合ったり遊んだりとか、既婚者同士で友達になったりとかっていうのがあると思うんですよ。あとママ友とかねあったりしますけれども、で独身は独身で今度は遊んでいくわけなんですが、なかなかね今度独身の比率がどんどん下がってきて、結局話が合う、ね、人がいなくなってくるわけですよ。今まで遊んでた人たちが結婚して、独身になり、自分がね独身になり相手は既婚になり、子供の話題、家庭の話題とかになるんで、一緒にいててもやっぱりね、壁が、見えない壁がね、出てくるみたいで、まあそれはおのずとしょうがないなと。実際に自分も昔ね、20代、30代で結婚しちゃった人たちと一切会ってません。稀にそういうね、たまに結婚しててもいい、昔親友でっていう方はいらっしゃると思いますけれども、多分ね、多くの方は、もうここの結婚を線引きに、友達関係っていうのがある程度なくなってる方が多いんじゃないかなと。で周り見ると独身の方が少なかったりして、まあ一人だけちょっと浮いてしまったりで、で後から友達作ろうと思ってもいろんなコミュニティ SNS でサークルに入るとかっていう、それで友達作れてる方はいいんですけど、本当に腹を割った友達というのはそこの場ではねちょっと作れないという部分もあり、それはなぜかというと上辺だけのね、その趣味だけでつながっているっていう部分の薄い、ね友達っていうのが多いんじゃないのかなというところで、まあ、自分も薄さとか厚さはよくわかんないけれども、一応まあボード経由で仲間になってというのと、あと同じ戦場でね働いていたところで、戦場の場でなんだろうね、こういう関係ができて、今はその仕事とかも何もかも飛び越えて、仲間っていう形でね、友達してる方がいますけど、何人かね。で、なんででできにくいのかと、新しい友達というのができにくいのかっていうと、もう人間30年、40年、50年とかね、生きてくると、もう人とのコミュニティができちゃってるわけですよ。もう一人の人、既婚の人、関係なくね。だからそこへまた新たに友達ってなると、この垣根というのがやっぱり見えない垣根があるようですね。だからそれが飛び越えられないので、知り合ったとしても長く続かない、結果的に交流を持たなくなるとかっ
ていうのがね、どうしてもやっぱり自分たちが長く生きてきた分、生きる分、コミュニティの壁が大きくなってくるのかなっていうふうに思いますね。まあ実際自分自身もそうだし、周りの友達とかもそういう話は聞きます。新しくできる友達っていうのがなかなか難しいと。でまあ中にはそのいろんなところへサークルだの、ゲレコンだのっていう形で、友達作りに今励んでる方もいます。その人はでも並ならぬ努力をして今人とのつながりを広げてっていう形でやってます。多分そのうち YouTube に YouTube デビューするんじゃねえかなというふうに思ってます。だ今その、ね、彼はその調子で言ってますんで、最近ちょっとね会えてませんけれども、あえてそっちの流れを優先してもらって、頑張ってもらった方がいいかなというところで、まあまあ友達は友達なんで、まあ、いつでも、また普通になりますから、まあ、だから並ならぬ努力をしない限りね、努力なくして友達がもうできないというね、年齢が上がるほどやはり婚活も友達作りも厳しくなってくる。で会社でよくねあるよくあるパターンで、会社でまあ仲良くて休みの日出かけてって やっていくのはそれ本当の友達ではないので、あくまでも会社というコミュニティがあって、そこがあるからつながってる友達というね、友達ではないよね、同僚っていうことで。だから友とはまたちょっと違うのかなと。これが辞めてしまって、どっちかが辞めてそれでも続く関係であれば友達になれます。それは今自分も続いてる友達、新しくできた友達っていうのは大体それです。そのパターンなんで、やはり、ね、同じ会社同士はないですね。今いる会社で友達作ろうとも思わないですね。逆に絡んでもらっても困るんで、それはだから辞めてからなんかって交流があれば本物かなっていうところで、やっぱ仕事、男は特に仕事を辞めてしまうとこれ途切れるんですよ。取引関係の取引先の仲良くしている人とかね、そういうのを一切全く辞めると来なくなりますんで、これはちょっと自分も有名な会社行った時に実際、まあ、チヤホヤされてたのに辞めた途端にもただの人になるわけですから、もう全く関係ない人、忖度してもね意味がない人になりますんで、もうパッと人が離れます。面白いようにね人が離れますね。華やかな仕事しててこういう関係が多く見えて、なんか自分は友達いっぱいいるんだみたいな感覚になってたことあるんですけど、実際仕事そこを、ね、辞めることになった時に、辞めて、本当にだから昔からの友達、だけは残って、新しい友達みんな消えるみたいなところがありましたんで、まあそういうこともあるっていうところですね。だから定年後とかでね、みんな友達普段他で作らない方っていうのは、定年後定年して結局会わなくなって、何をしていいか分かんない、一人もうポツンとなって、で奥さんにくっついていけば奥さんから煙たがられるというね、もう何とか毎日いてうざいわとか言われたりとかっていう風な目に遭ってしまう方がね今現在多いようですけれども、まあまあそうならないためにも今から人とコミュニケーションを取って、新たな友達もねちょっとずつ増やしていくって、ね、一気に増やすのは難しいんで、まあ段階踏んで、増やしていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。だからね、この、まあ、動画とか見てる方で、まだね男性側、ね、男側は実際にリアルで会ったりっていうのはないんですよ。女性はねもうありますけども、で2回とか会ったり、あとはまだ LINE でつながったりっていうのはありますけども、で今度ね男の方ももしね本気でつながりたい人がいたら、特別にとか偉そうに言っちゃうけど、友達募集します。本当にリア友になれる、関係をね、作ろうと思ってる方ね、全然ダメよ、そんな俺に敵意をむき出しの方はね一切お断りなんで、そういう方じゃなくて、まあねコアなファンの方で、ねリアルで、友達になりたい方もいたらね、まあ、寂しいよっていう方がいたら友達も募集を一応ねしようかなというところは思ってます。まあただ俺も気まぐれなとこがあるんで、よくわからない部分がありますけどもね、俺もテンション高い時はそういうふうになりますけど、あんまり人間は好きな方じゃないんでね一人遊びが好きな方ですから、
まあ、気が向いたら交流しましょうみたいな、ね、ところで、まあ、今実際ねツイッターの方で、まあ、友達予備軍の方がね今いますんでまずその方からね、その方からちょっと、まあ、同性で、まあね、友達になるかもしれない方もいますんで、あと企業ね、夢をやっぱ追っかけてる方というのもいますんで、まあ、そういう方とね、まあ、異業種交流じゃないですけども、まあ、そういうお話もね、まあ、別に友達じゃなくても異業種交流会みたいな形でね、やれたら面白いかなっていうところも考えております。まあ、もし希望の際はね、また、ツイッターの方に、フォローしていただければという形になります。まあ、何が結局言いたいかっていうと友達は大切ですよと。で、まあね、友達をなんかそう、いることをアピールとか自慢して気持ち悪いとかっていうアホなコメント書いた人もいますけども、その自慢できる友達、知り合いすらいない人にそんなことを言われても、全然、悔しくもなんともありませんので、逆にその、なんだろう、それを言った人の方が俺はかわいそうだなっていうふうに思いますね。何でも人に誇れること、何でもいいです。そういうのがあるとないのじゃ、ある方のが絶対ね、いいですから、ね、まあ、ひけらかすんじゃなくて、ね、何でもそういうふうに、なんか自分の得意だなっていうところをね、持つことね、別にアピールしろとは言ってないんで、持つことは大事だよっていうことは、まあ、言いたいですね。まあまあ、そんな感じでちょっとグダグダな話になりましたけども、まあ、年齢いくほど、婚活も友達作りも、まあ、難しくなるというところでございます。まあ、この動画をね、見ていただいて、何かしら縁があり、ずっとコアのファンでいていただいている方もね、いますんで、まあ、相変わらずバカなね、アンチが、また、うろちょろうろちょろやってますけれども、ね、何がやりたいのかね、よくわからないよね。まあ、本当はね、嫌い嫌いも好きのうちで、まあ、俺のことを好きだから多分ね、見に来てくれてんのかな、と。いうふうには思ってますけれども、うん、まあ、前向きにね、捉えて、まあ、アンチの人も、まあ、俺の養分なんで、本当にね、ありがたいことで、こんなくだらない動画をね、見てね、いただいて、本当にね、皆さんありがとうございます。で、コアなファンの方のために、これからね、まだいろいろ、面白くやっていきたいと思うし、そんな面白くできないかもしれないけど、一応、なんだろう、見て無駄じゃないようなね、動画作りやっていきたいなっていうふうに、もうほのぼのとこうね、楽しませるじゃないですけど、その婚活ナウみたいな形の、その方たちは顔出してないんだけど、まあ、そういう方たちのように、なんかほのぼのとしたこう雑談みたいなのね、雑談みたいな、できたらいいなぁ、なんていうふうに思ってますね。なかなかね、ちょっと自分が思い描いてることよりも、ちょっとうまくね、今言ってないんで、いろいろね、今、試行錯誤しながら、動画の方をちょっとね、進めていく形にはなってますけども。で、またね、土曜日、婚活イベント、間違いなく行ってきて、ちゃんと報告します。期待して、報告を期待していただけたらなと思います。ダメでも、内容をね、ちゃんと伝えますんで、事実、リアルガチの動画をね、これからやっていきたいと思っておりますんで、一つ、よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。じゃあ。